はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。今回はオフシーズンですね。まず泉ちゃんの誕生日があるので一旦寝て、ま、今日は泉ちゃん誕生日なんで練習には出ないで家でゆっくりしましょう。毎回家でゆっくりしてるけどね今日は泉から外で食事をしようと連絡があったってかなんで本人に言わせるんだよ自分から言えよ、俺から言えよ。今日は誕生日だから外で食事でもしないかってだって自分で言い出すのってさ、なんかどうなのあんまりいい気分じゃないと思うんだけどね。わざわざ時間を作ってもらってありがとうって。あ、ナイスなプレゼントだね。ナイスなプレゼントを手渡し、っていうかさナイスなプレゼントだねって言うかまあ物としては確かにいいんだろうけどさ。得点源になれ。得点源になれって条件なんだったっけ。固め打ちが上がって、お、阿部比が上がりましたね。まあミート開かないけどね。で満塁男は安定でしょ。で三振克服も上がって、そう初球はね剥奪されちゃったからね。で走塁も上がってチャンスも上がる。まあここら辺は安定ですね。お、三振でなくなった。あ、初球丸が戻った。あー、走塁が B か。今そうか、走塁が上がればまたスリーベースヒットも狙いやすくなりますね。チャンス D。 タイトル発表。首位打者本塁打、打点王、最多安打、最高出塁率、日本シーズン MVP、 最優秀選手ベストナインって、今季覚醒したなこいつT 岡田。いやー今シーズンすごかったぞ俺まあ秋のねキャンプはねそんなに上がらないからね、まあ、とりあえず今上げている呼吸でもそのまま上げますか。で契約更改と。いや今季はすごいぞ、めっちゃタイトル総なめにしたからね。まず初期値でいくらになるかっすよね。得点源になれ、これだってできたでしょ。来季の年俸だか、ズバリ4億超えたね4億3050万ってこれどうやって計算してるんだね、計算式とかあんのかね。ま、一応アピールはしておきましょう。まずは日本シリーズ MVP 100% 抜けてるからねこれで2000万と。あとね二塁打なんですよね、やっぱり自分のこう自信があるのは。なんか査定書みたいなのほんと見せてもらいたいよな何をもってさまあ確かに上がったよ4億3050万って上がったけどさ何をもって上げてきたんだろう。あとどうしようかな。あれリーグ MVP になったっけ。リーグ MVP ってなんだ。 あ通常のリーグの MVP かそのまんまだけど、リーグ優勝マジさおかしくないか、リーグ優勝の査定を抜かすってさ1500万むっちゃ上がったな。4500万も上がったな。こいつらも完全ぼったくり球団だよな。え、これ何にも変わんないからいいよえ、じゃあ補給にしとくか。来季のミッション55超え。あ、これあれか、多分本塁打の記録ですね。安打製造機、勝利を呼ぶ男、打点150。あー打点130いくつでしたもんね。なんかどれもやっぱり際どいのできますね。55だな。そうするとまあね、年俸はね上がったとはいえね、俺の球団に対する評価はめっちゃ低いからねこいつらも確実にぼったくってくるっていう意思のもとでやってるから。
三冠王契約されるのは分かっているからな。称号獲得、三冠王と呼ばれるようになった。お、出演依頼早速言ってくれっていうのもね。野球ファンなら誰でも知っているミカミックスさんです。すげえ、野球番組のコメンテーター俺何にもコメントできねえよ悪いけどルールすら怪しいからね、野球のルールからしてお、チアリーダー行く行く行く。いやー、これは楽しみだよね。おばさんばっかだなやっぱりな、ファン感謝デーか。14時からの握手券とか、もうそこまで来てんのか。すげえ、長蛇の列ができたまあそりゃ疲れたまるよな。7本8本10本9本10本5本か。新人の選手、投手1人の、野手1人、外野手1人の、内野がもう1人1人と。あれ、結構取ったね、今季7人も入団したんだ。まあ、結構年齢層が高いからね、今のロッテ。さて、優勝旅行、まあまた同じところで、もうね7年もねここ来ると飽きるよ正直飽きましたわ。あれ、あ、家族も連れてくるんだ。あ、今年は新鮮だね。じゃあ泉ちゃんと初めて来る優勝旅行か。子供も連れてきたいねって。0歳児だぞ子供だって5月に生まれて10月に連れてこれ来るんでしょ。連れてこれるか、そもそも。ロッテ荒木内野手、ああ細谷だか細谷が消えたな。南投手もいなく、東条もいなくなったな。結構いなくなったな。ほんほんほん、もう分からん。結構いなくなるね。いやー、もうだいぶ残ってないんだろうな。あれ、誰がいなくなったって。あ、塩見選手が引退した。全然勝負することなく消えてったな。今近くにいるんだってさ。塩見選手ってどこに住んでんの俺だって千葉県民だよ。さて、合同練習はやりましょう。とりあえずスーパープレイヤーの奥井は誘うでしょ。あとどうしようかな。だってミゲル35歳、鳥羽さん37歳、二木ももう30歳でしょ。いや、めっちゃ年齢層高えわ。だって松浦さんも32歳になってるしね。坂本も36歳でしょ。石川さんなんてもう37歳だよ。二軍になってるし、いつの間にか。いやー、年には勝てないってことか。あ、すげえショックだなこれ。いつまで続けるんだろう。もうそろそろ引退してもおかしくないよな。誰誘うかね。あ、大谷翔平とか。いつの間に知り合いになったんだ。西野さんももう34歳だからね。頑張ってんなみんな。じゃあちょっと石川さん誘おう。2軍で頑張ってるし、ぜひ1軍で投げてもらいたいけどね。あとはじゃあやっぱり仲良しの西野さんにしますか。市民マラソン大会、よし行くぜ。まあここは普通に行きましょう。
よし、次のシーズンですね。奥井、石川さん、西野さん、合同練習。ちょ待って。どういうこと？なんでお前フォークなんてさ、取得してんの？でも一応こういうところでも変化球覚えるんだね。じゃあ合同練習する人って結構重要だな。ちょっと今期はね、書き出します。フォーク覚えたけど。フォークを覚えたからね、書き出そう。マジ、自主練でなんでさ、投手の練習してるんだよ。ルーキーちょっといっぱいいるからな。深川さん、もう新人はね全く興味ない。もうライバル意識もない。戦わないもんだって。あれ、なんか入ってきた。国部選手、いろいろプロ1年目ですね。目標聞かせてください。ニカミックスさんからレギュラーを奪います。無理だよ。あとは新人王。ビッグマウスのルーキーが入ってきたな。ちょっと見てみますか。まあどうせ能力は見ることになるんで、ちょっとあいつの能力が気になるな。チームデータか。あれ、どこにいるんだあいつ。なんだっけ、国部だっけ。あ、最初は2軍か。国部、あ、いた。入ってきてるね、同じポジションで。あ、強いね。パワーはないね。足が速いか。走塁盗塁、阿部飛、流し打ち、チャンスメーカー。なるほど。ちょっと鳥羽さんとさ、能力かぶってねえか。鳥羽さんの若いバージョンみたいな。うわ、鳥羽さんめっちゃ落ちたな、これ。いや、めちゃくちゃ落ちてるわ。そうか、鳥羽さんがもうちょっとピンチだから、若手が入ってきたっていう感じかな。じゃあ、全記録で、リーグ記録じゃなくて、チーム記録からいきますか、投手。あれ、でも石川さん12勝はしてるんだ。12勝して2軍に落とされたって。神野が15勝か。球速めっちゃ速いな、こいつ。しかも高速スライダー。そこからのチェンジアップか。完全に緩急をつけたピッチングだな。で、ハルフォード。ハルフォードはすげえ安定してんな。カットボールが5か。で、チェンジアップ。こいつもあれか。緩急をつけたピッチングをしてんのかな。で、石川さん。石川さんってどうなってる、成長度。うわー、めちゃくちゃ落ちてる。やはり年なんだ。で、岸川が9勝。で、デリンジャーって結局6勝しかできなかったんだ。能力的には全然悪くないんだけどね。奪三振も持ってるし。じゃあちょっとホールドポイントでいきますか。日高。で、藤岡さん。藤岡さんももう年でしょう。コントロールがめちゃくちゃ落ちてんな。スタミナはでもまだなんとか維持してるけど。違う、コントロールがめっちゃ上がってんだ。え、36歳だからそろそろやばい感じか。あとは福谷だか福谷だか福谷か。まあ球速だけだな。ちょっとコントロールスタミナ両方ないね。で、西武は山崎、152キロ。切れ逃げ球、奪三振。で、高速シンカーが5か。まあ、かなり、まあ、抑え的な能力になってますね。で、野手ランキングで、まあ、ちょっと俺三冠だからね。三冠だから、まず絶対一番上に来るよね、打率。で、坂本、松浦、関谷。奥井さ、3割切ってんのかよ、これで。これで3割切ってんの？マジどうなのよ、こいつ。鳥羽さん、だいぶ落ちたね、やっぱり。打率からして。坂本もな、まだ頑張ってるか。で、あとは本塁打と。49分。ミゲルもね、44本打ってきてるんだ。
だって奥井11本だよ。お前ちょっと4番降格だよこれ。絶対ミゲルの方がいいし、松浦でもいい気がするんだけどね。てか俺がここでさ4番になりたいですって言ったら4番に座らせてくれるよね多分。奥井なんかに任せてらんねえよって。で、あとはちょっと、そうかそうかそうか。これ勝ちたな、ちょっと。もう一回ちょっと野手ランキングで、盗塁を見ましょう、盗塁を。まあ、俺は全然盗塁できないんでね。盗塁できないんでねって言ってるけどさ、うちのチーム全く盗塁してないんだな。盗塁 G だよ、だって。あれ夏男っていうのがついてる、いつの間にか。いつついたっけ。はあはあはあ。で、鳥羽さんはまあ走ってくれてはいるのか。4個。いや、めっちゃ少ねえな。で、ちょっとパシフィックリーグの、投手ランキングでいきますか。勝ち。ああ、神野が15勝で1位か。バーンズ。徳本、ハルフォード。で、石川。ああ、武田もな、11勝止まりか、今季は。則本もね、9勝しかできなかったんだ。で、セーブ。あ、山崎だね。西野さんは28セーブか。でも、ちょっと防御率もよろしくないね。山崎すげえな、そうすると。まあ、こんな感じか。で、野手ランキング。まあ、俺は打率で1位だけど、坂本も3割3分3厘で2位か。デルガド、クラウチ、キーツ、秋山、ケイリ、大阪、七条。ここら辺が3割超えてますね。角中さんもいたな。で、本塁打。49本の44本。柳田さすがだな。柳田って、もともと若かったの。37歳ってことは27歳か。あー、でもなんか、全盛期っぽいな。超怒ってるよ。やっぱ全盛期だな、柳田。今が。で、松浦も、そう、結構打つんだよね。で、あとは、じゃあ、盗塁も見ますか。西川。すげえな。47盗塁もしてるよ。盗塁 B。走塁 A。足92。超速い。まあ、柳田もすげえな。盗塁 B、走塁 B か。バランスいいよね。角中さん。ニートが S。角中さんって今いくつ ?38。38でこの能力すごくない？38でミート S ってすげえな。杉谷。セーブがな、なんであんなに強かったのかがちょっといまいちわからないな。投手陣をもう一回、全体的な投手のあれを見てみますか。バーンズが14勝してるけど、だって他さ、9勝8勝とか、なんかもう、ズバ抜けて強い人がいるわけじゃないのに。あそこまで持ってかれたかな。あとはなんかあったっけな。オールスターファン投票ちょっと見てみる。バーンズ、大谷すげえな。やっぱり人気があるよな。で、中継ぎが白村藤岡さんか。で、抑えが山崎、丹下、捕手が松浦。やっぱり勝ってるところは、選ばれますね、ファンからも。三塁手、奥井とか。奥井さ、選ばれるほどのさ、結果出してっか、お前。まあ、これどうやって決められるんだろう、ファン投票。そのコンピューター的な思考からして。だって奥井はさ、そこまで活躍はしてないと思うんだよね。能力はめっちゃ高いけど。で、外野手も、自分が、めっちゃ大差だな。なるほど。月間 MVP、これ全部見れるのか。あ、全部見れる。ちょっと見づらいんだけど、この画面。なんか、装飾がすごすぎてさ。てかさ、野手部門、ミカミックス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 、ミゲル、ミカミックスって。これ、そうなめにしてるな。ロッテで。ミゲルに8月だけ取られたのか。本塁打で取られたのかな、そうすると。
いやー、すごいね。あとは今ね、広島にいる中田さんですね。中田さん、ちょっと中田さんの成績を見てみましょう。多分本塁打あたりでいくといなくね。あれ、いなくなった。どっか行っちゃった。田中じゃないしね。あれ、中田さん広島に行ったよね。あれ、またどっか行っちゃったの。もしかして。まあ、もうちょっとどこ行ったんだかわかんねえからいいや。まあ、順位表とかはいいか。選手名鑑、今どうなってる。俺もう28歳か。常に次の塁を狙える選手である。まあ二塁をねめっちゃ狙ってるからね。あれ、黄色くなってるのって何これ。なんかその1位になったとかそういう感じか。三冠王だからね。試合分析とか見てもね、もうこんなん分かんないかんね。カウント別とかさ、コース別とかさ、すごいな。こういうのも研究するのか。キャッチャーとかってさ、どれだけ研究するんだろう、相手の打者のこととか。いや、俺には絶対無理だわ。頭良くないと無理だね、キャッチャーって。そう考えると、マイデータの方、あ、経験値ちょっと見てみますか。アベレージヒッターが結構溜まってるな。パワーヒッターだよな、パワーヒッター。パワーヒッターが全くたまらないんだけど、もう練習で上げるしかないのかな、パワーヒッターとか広角打法とかって。打ってるのは打ってるからね、ホームラン。称号リスト。あー、こういうのね。パワーヒッター所持しとか。そもそもこういうのってさ、所持しないといけないんだ。回答とか。走力か。A 以上。盗塁 B 以上、かつ走塁 B 以上とかもう無理だ。そんなん無理だ。まあ、という感じですかね。じゃあ今回は、これで終了して、でちょっと一応10年が終わったので、ちょっとすいません、マイライフの方は一旦中締めという形で、終わりにさせていただきます。ちょっとね、やるもんが多くなってきて追いつかなくなってきたので、で、またなんかね、ちょっと機会があったら、まあ、やっていこうかなと思っておりますので、マイライフの方は一旦今回で終了したいと思います。長い間最後までご視聴ありがとうございました。ペナントの方はね、まだまだやっていきますので、まあ、よろしければそちらの方も、ご視聴いただければと思います。では今回はこれで終了したいと思います。